で、これは教科書の問題6.14というのにありまして、実はこの線形写像は前回の授業でも例題に使ったものです。と、U をその3次以下の多項式、1変数多項式として、V をその2次以下の多項式全体ということにします。ちょっと待ってください。こういうふうに表して、で、これの、前回の授業ではある規定に関する変換行列を求めましょうということをやったんですけれども、今回はその2通りの規定を用意して、で、その2通りの規定に対する異なる変換行列ですね。2通りの規定に関する線形写像の表現行列を求めて、それからあとその2通りの規定の変換行列も求めて、で、先ほどのこの等式が成り立つことを確かめるという例題です。で、まず、ちょっと待ってくださいね。これが、そうかそうか。すみません、スライドの規定の取り方が多分違うですね。カッコ1は本当は、ちょっと教科書の163ページの下の半分にある問題6.14も見ていただきたいんですけれども、すみません、このスライド、カッコ1の規定の表示がちょっと正しくないですね。カッコ1は本来ですと、U、ベクトル空間 U の規定として、問題6.14の最初の方にありますように、U1 が1で、U2 が X で、U3 が X2 乗で、U4 が X3 乗ですね。それから、V の方、ベクトル空間 V の方は、V1 が1、V2 が X、V3 が X2 乗という形ですので、すみませんが、直しておいてください。カッコ2はこれで正しい問題設定になっています。だから、カッコ1は、カッコ2の定義をそのままコピペしたのがちょっとバレちゃったんですが、U1、U2、U3、U4 と、それから V1、V2、V3 として別な規定を使っているので、すいませんが、直しておいてください。で、一応、それぞれの規定に関する、F の表現行列ですね。これは前回の授業で導出したものですので、こっちは間違いないはずです。ここまでいいでしょうか。そこで、まずその規定の変換行列っていうのをこう求めることにしましょう。で、カッコ1の U1、U2、U3、U4 と、それからこれをですね、U1 ダッシュ、カッコ2の U1 ダッシュ、U2 ダッシュ、U3 ダッシュ、U4 ダッシュに変換される、その変換する変換行列を求めます。で、どういう関係で求めるかっていうと、ここにありますように、U1 ダッシュから U4 ダッシュを求めた、並べたものがですね、U1 から U4 を並べたものに、右側から行列 P をかけると、規定が変換されるような、そういう行列 P を求めるということです。で、そこで、これは復習なんですけれども、やってることっていうのは、ここにありますように、U1 ダッシュから U4 ダッシュで新しい規定をですね、こちらにありますように古い規定の線形結合で表します。この辺は大丈夫ですかね。 U1 ダッシュは1ですから U1 そのものだとか、あとは U2 ダッシュは1プラス X ですから、これは U1 プラス U2 になるとか、そういう関係式を表すわけです。で、今度はこれをもとに、各規定を並べて、それを変換する行列を書きます。この場合ですと、この形ですね。こちら、左左辺の方が U1 ダッシュから U4 ダッシュを並べたもので、右辺の方が、
U1 から U4 を並べて、それをにうまくそのこう行列をかけると左側の新しい規定になるようにするわけです。そのそうしますと結果としてこの規定の変換行列 P というのはこういう形になります。で次に同じようにしてですね、今度はベクトル空間 V の方の規定の変換行列も求めていきます。ベクトル空間 V は3次元のベクトル空間ですので、先ほどの例とは違ってその次元が1個落ちているんですね。でこのようにして同じように Q が求まるということです。であとはその、AP と BQ、あ、QB か、AP と QB を実際に計算しますと、このような形になってですね、一応、その、規定の変換がうまく、規定の変換と、それから、表現行列の関係がうまく導かれているということが確かめられます。ここまで。いいでしょうか。今日はまたこの後そのレポート課題でもちょっと実際に問題を解いてもらいますので、そこで実際にこう各自で確かめながら問題を解いてほしいと思います。